紙切り師ハサミヤ神太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お世話になります。よろしくお願いします。ハサミヤさんのバッグもいい感じにマッチしてますね。ありがとうございます。わざわざご用意いただいて、はいはい、ありがとうございます。ハサミヤ神太郎さんは紙とハサミだけを使って風景や動物などを作り上げる日本でも数少ない紙切り師なんですよね、うん。で軽快にこうお話漫談をしながら驚くような作品を完成させるので寄席での舞台でも本当に大盛り上がりだということです。では早速お願いしてもいいですか。はい、わかりました。まあね、やっぱ紙切り師、紙切らないとどうしようもないですからね、はい、じゃあ切っていきましょう。これ何も書いてない紙ですね、はい、で大きなちょっと、ね、立ちハサミなんですけども、これを使って切っていきます。はい、はい、大きいハサミなんですけど、布切るようなハサミ。あ、そうです。もともとは、ね、布を切るハサミなんですけども、まあうちのまあ師匠というか、ね、うちの流派でこの、ね、布を切る立ちハサミを使って大きい紙を、まあ、切ったりすることがあってね、大きい紙を使うんですね、はい。でまあ今日は最初何ていうか皆さんがご存知なものを切ってるんですけども、まあ、さっき日本の伝統芸能なんて話が出たんで、ちょっとね日本の伝統の芸能っぽいものを切りたいと思います。これ、はい、伝統芸能、なんかこう線とか引かずに切ってるってことですよね。そうなんですよ、はい、はい。でまあね、そうやって切ってるんですけど、伝統芸能のもの、はい、伝統芸能のもので多分ね皆さん一度は本物見たことあるんじゃないかなってことで、はい、一度は多分、はい、本物、うん、見たことあるんじゃないかなってことで、ね、伝統芸能、はい。でまあとてもね、とかじゃない、でも違うか、はい、ヒントください。ヒントはね、とてもね、可愛らしい女性でして、で、これはですね、踊りが上手だったり、あと太鼓を叩いたり笛を吹いたりして、もしかして、はい、お客様をおもてなしするっていうね、そういう、もしかして京都あたりに、そう、いい感じですね。確かにちょっと頭の部分が、はい、来ていましたね。そんな感じでございますね、はい。あ、本当だ、はい、外国ですよね、今見えてるの、はい、外国の方はね、ほらなんとかガールなんて言ってね、とってもね、人気があるやつで、ね、ていうか、ものすごく細かい、はい、ね、うん。そっかそっか、カメラだから、あ、そういうところまでね見えてます。神太郎さん、ね、大丈夫ですか。めちゃめちゃ手寄ってますよ、はい、はいはい、じゃあもうすぐできます、ね、こんな大きなハサミで、でも、え、そうなんですよ、すごい、はいはいはい、センス持ってる、よいしょ、はい、よし、できた、よし、はい、はい、ということでできました、完成ということで、一応ね完成したんで、はい、よし、はい、そうです、もうお分かりいただいたかと思いますけども、うん、そう、綺麗な着物を着てる女の人が何でしょうか。お答えください、せーの、舞妓さん。そうです、舞妓さんということ最初はね、舞妓さんを着てました、こういう感じで、ね、はい、舞妓さんの効果が、効果が、はい、ありがとうございます、こういう感じで、はい、そう、一応扇子を持って踊ってる舞妓さんです、ね、いやー、すごい、これしかも一回もこう髪を落とさずにですよね。あ、これはね、繋がってるこう端っこから切るハサミなので、紙なんで、だからね、こう切り抜いたこの抜け殻っていうんですか、うん、まあ、セミみたいになっちゃいますけど、うんうん、抜け殻もね、切り直ししてないんで、あ、それを、はい、そう、繋がってるんですよ。によって、はい、今度は白黒反転の、ほら、こういう感じで白黒のね、はい、こういう感じで、いいでしょ。ですね、あれは2回楽しめますね。そうなんですよ。どんなものでも切れるんですか。どんなものでも切れるっていうと、ものすごい意地悪なことを言う人がいるんで一応切れないものもあるんですけどね、まあ、できるだけ限り、まあ、ほぼ切れるというかね、切れないもの以外は切れるよみたいな、うん、ところでもレパートリーも無限に近いところですね、ほとんど無限、まあそうですね、数えたことがないんですけども、まあ、ほぼ対応できるようにしてる感じですね、はい、実際こう披露してます。これお祭りでね、ちょっと頭巾かぶったりなんかしてるんですけども、はい、他の作品の写真もあるんですか、はい、これは。そうそう、そういうのがね、あるんですけど、これパンダと竜、親子パンダですね、はい、これすごいですね。え、そうなん、これもじゃあ一度もその抜け殻自体も、そうですね、まあ、パンダはさすがに半分で折ってるんで切り抜いちゃったりしてるんで あれなんですけど、親子ですよね、はい、パンダ、わ、すごい、そうなんです、鳥はね、あれなんですよ、お客さんのね、飼ってるインコ切ってくれって言われて、そういうの写真見ながら切ったりするんです、はい、で今日手元に、はい、そうで今日はね、はい、せっかくこのスタジオに来たんで、はい、時間かかったんで、時間があまりないんで、切ってきたんですよ、はい、皆さんおなじみの、はい、はい、おなじみの、さあ何でしょうかって、ほら、かわいい、よいしょ、えちぇ、かわいいでしょ、これ、かわいいんですよ、これ、はい、ということでこれをね、お渡ししたいと思います、はい、どうぞ、欲しい人、ありがとうございます、よかった
全員下向いたらどうしようかと思ったんですよ。じゃあはい代表で、はい、ありがとうございます。そんな神太郎さん生で見ることができると。そうなんです、はい、明日夜6時半からマリエ富山で開催されるフーフープレゼンツオープンマイク富山の無料ライブに出演してくださいます。そして5時間耐久ラジオでも出ていただくので、はい、インタビューよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。リクエストに応じてくださる。そしてプレゼントもまたくださるということですよね。そうです、切った作品、これ切った作品はプレゼントになるんで、まあ、リクエストいただいて切れたものはお渡しするという形です。明日6時半、はい、そうです、はい、マリエ富山までお越しください。波佐見さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、あ、こっちか。